BRIPP のエンブレム捜査介入部は、フランス国家警察の犯罪捜査部局。強盗、誘拐、人質立てこもり事件など凶悪犯罪の捜査と、現行犯逮捕を胸としており、ギャング対策部隊のニックネームで知られている。日本語では探索出動犯とも訳される。また、特に元祖にあたるパリ警視庁の BRI は、対テロ作戦も担当しており、その場合、 他部署から抽出した要因も加わった特殊部隊であるコマンド対策部隊が編成される。1960年代初頭、パリ市内では武装強盗や誘拐など重犯罪の増加が問題となっていたが、これに対しては事件から出発して実行者をたどっていくという従来の捜査手法では対応困難であった。このことから1964年9月22日、 パリ地域圏司法警察局刑事部長、マックス・フェルネ上級刑事生は、これらの凶悪犯が犯罪を発起した瞬間に、現行犯で逮捕するという、全く新しいコンセプトのもと、独自の機動性を与えた、先住人員として、フランスワル・ムエル刑事生の指揮下に捜査介入犯を創設した。1967年には30名規模に増強した上で刑事部から独立し、 これと同格の捜査介入部に格上げされて、パリ DRBJ の主要内部部局の一つとなった。この施策は非常に画期的だったため、BRI はギャング対策部隊のニックネームで知られるようになり、国家警察の内部部局である犯罪対策中央部に改編や、その他の司法警察の地方支分部局でも、これに反を取った組織が設置されるようになった。 また1972年10月1日、警視庁はコマンド対策部隊の制度を発足させた。これは人質事件やテロなどの重大事案発生時に BRIPP を機関として警視庁の他の部署から抽出した要因を加えたタスクフォースとして人質救出作戦、対テロ作戦部隊を修正するというものであり、同年に西ドイツで発生した。 ミュンヘンオリンピック事件や、1969年にジロンド建設タで発生した人質事件、そして1971年のビュッフェとボンタン事件といったフランス国内の人質事件の教訓を踏まえた施策であった。これにより、BRIPP は特殊部隊としての性格を具備するようになった。なおこれは公共安全中央局の介入部隊、さらには 国家憲兵隊の治安介入部隊よりも先行しており、西ドイツ国境警備隊の GSG-9 よりも五日遅いだけで、フランスとしては、初、欧州全体としても極めて先駆的な試みであった。BRIPP の隊員たち BRIPP の走行者現在では、元祖に当たるパリ警視庁の隊のほか、国家警察の内部部局としては、組織犯罪対策中央部に、 国家犯罪捜査介入部が大規模経済犯罪対策中央部に経済犯罪捜査介入部が設けられている。また、地方支分部局においても、マルセイやリヨン、リールなど13個広域地域圏司法警察局に設置されており、これらは送る子の出先機関としての性格もある。BRIBAC は上記の通り b r i p p を機関として、 編成されており、80名規模とされていた。BRI 以外の人員としては、警察学校の教官や技術、兵坦局の爆発物処理班、警察犬チームが調整されており、また1998年以降は、高秩序、交通局の介入部隊も加わった。2019年現在、隊員数は約300名で、交渉チームや、警察犬にチーム、 6人の戦術衛星員が含まれている。BRI を含めて、これらの要因は、定期的に行われる集合訓練を除いて、普段は、それぞれの本来業務に従事しているが、BRIBAC の編成が加齢されると、事件の性質に応じて、適宜チームを編成し、出動することになる。必要に応じて、パリ県外への派遣も行われており、 この場合は、ビーラクブレー空軍基地から、フランス空軍の政府連絡航空軍の航空機によって移動することになっていたが、編成カレーから航空機離陸までの所要時間は1時間とされていた。なお、警察無線のコードでは、BRIBAC はトパーズと称されていた。パリ警視庁の BRI は、1964年に捜査介入班として創設された直後から、 銀行強盗や押し込み強盗などを相次いで検挙し、その件数は1971年の時点ですでに数百件に達していた。ジャック・メスリーヌの検挙及び脱走後の捕足、射殺はメスリーヌの悪名もあって有名になった。また BRIBAC はパリ警視庁の舞台ではあったものの、実際にはパリ県外であっても、ジプンでは対応困難な事案が発生した場合には、 内務大臣の指令を受けて全国規模で展開していた。実際、初出動も1973年8月17日にブレストで発生した人質事件であった。1985年には BRIPP、BAC BR の指揮官 OB であるロベール・ブルサール、上級警視制の指導の下国家警察総局直属の特殊部隊として、 特別介入部隊が創設されていたが、2009年7月31日には国家警察介入総体が設置されて、BRIBAC の作戦式は RAID や10分と統合されることとなった。2015年1月9日のユダヤ食品店、人質事件や同年11月13日のバタクラン、劇場選挙事件では BRIBAC と RAID が共同で、 突入を行っている。ありがとうございます。